コンマトークってのはですね、トークをしながら仮想通貨が貯まるというなんとも美味しいシステムなんですよね。世界200カ国、88カ国の言葉で、やり取りができるということでございます。まあ多くの方がねメッセンジャーを使っていると思いますよね、LINE とかもそうですけども、今回は88カ国の言語でやり取りができるということですよね。そして何百万にも及ぶメッセンジャー型コミュニケーショングループチャット、参加者その中でコミュニティを形成してコンテンツを提供利用しながらプラットフォームの成長に貢献しているということなんですよね。それを通じた価値はプラットフォームの事業者に集中しているのが現在の形ですけども、それを私たちに仮想通貨という形で分配してくださるのがコンマトークというものらしいです。コンマトークはプラットフォームの成長に貢献した参加者に仮想通貨を保証するという形で88カ国翻訳ベースのメッセンジャーだということですよね。そしてこれがね、なんでこれから人気が出るのかを説明してくださっています。リアルタイムで通訳翻訳サービスを提供してくださるということなんですよ。もはやですね、あらゆる国の言語で私たちはこのコンマトークを通じてやり取りができるということです。アメリカの方でも英語で喋ることができる、韓国の方ともやり取りができる、日本語とイスラムの言葉でもやり取りができる、こんなね自動翻訳型のトークメッセンジャーアプリっていうのが今までなかったんではないかなと思いますし、これがですねどのように生きてくるのか、例えば私外国人の友達はそんなにいないんですけども、速稼塾の中のやり取りをこのコンマトークでやることによって、もちろんねコミュニケーションも盛んになりますけども、そこからコミュニケーションによって仮想通貨が付与されて、それを資金源にですねあらゆる活動ができていくんではないかなと思います。もちろんこのコンマトークにはいろんなね、デメリットがあると思います。例えばスマートフォンを2台購入することによって仮想通貨を稼ぐためにもう無意味なやり取りをするっていうね人も出てくるかもしれません。でこういったことを排除するためにいろんな施策が練れてるわけなんですけども、それはコンマトークのほどねよくよく知ることによってこれから分かってくるんだと思います。まあ何にしてもですね、これから私たちが利用するコンマトークもっともっと知っていかないといけないかなと。そしてですね、ダウンロードをしてまずアプリを使ってみてくださいってことを、今回はねお話しさせていただきました。はい、ではねコンマトークのアプリになってきますけども、アプリはアップストアからこうやってねダウンロードすることができます。インストールですか。お手持ちのスマートフォンが iPhone でなくても構いません。Android の場合でもこうやってコンマトークで検索することによってアプリが取得することができますんで、それをまずスマートフォンに入れておきましょう。でこのコンマトークというアプリなんですけども、日本語で喋って相手が英語の場合ですね、自動翻訳自動変換されるのが、まあ、このアプリの特徴なんですよね。なんとも夢のようなね自動翻訳アプリじゃないですか。これを200カ国の言語200カ国で運用されて88の言語でやり取りができるということなんで、おおよそ地上にある全ての会話はこれを通じることによってできるんではないかなと思います。今ねアプリの方をどんどん使っているところなんですけども、ダウンロードしたりね自分のアカウントを入れたりとかいろいろと厄介なことが続いてますんで、ちょっとねこうスキップアップしましょうか。スキップしてどこまで行くかなってことなんですけども、非常にねインストールは簡単です。皆さんが普段いろんなアプリインストールされてると思いますけど、それと同じです。さあそれではですね、ホーム画面の方に、画面を移しまして、そちらの方からちょっとやっていきたいと思いますね。これが私のホーム画面ですね。いろんなアプリがあるのがバレちゃいますけどね。ここからコンマトークを探してそこを、まあ、タップしていくわけなんですけども、コンマトークのアプリこれですね、これがパンと開きました。でここから個人情報を入れたよというね形でやっていくんですけども、まだねちょっと手こずってますね。あ、このナンバーを入れないといけないですよね。送られてきた数字、SMS 上に送られてきた数字をコンマトークのここに入力することによって、アカウントの作成が完了するということになりますね。ですから電話番号で登録することになると思います。で、いろんなここに、データを入れるようになります。ちょっとここはね割愛させていただきますけども、で、実際にコンマトークのログイン画面に入っていくところがどこかなというところですけども、このあたりですか。ここですね。はい、ここに入っていくと電話番号ね、あ、もう20入りましたね。仮想通貨が20入りました。どんな仮想通貨か分かりませんけどもね。それから友達を招待することができます。電話帳にあるナンバーが出ますんで、招待ということで招待することができますけども、今のところ招待はしておかないようにしましょうか。まあ、こんな感じですよね。まずは皆さん、このコマトークっていうのね、アプリを入れてみてください。何に使うかはまだ分かりませんけども、ちょっとダウンロード数をね、私たちの力でちょっと増やしていきましょう。以上です。